はい、で今日は見せたい店主の幸子ちゃんです。はい、もうこちらですね、完成したということで店主が見せたいということです。じゃあ店主どうぞ。差し終わりました。オリンパスの柿の花、柿の花ですね、はい、オリンパスの柿の花を、糸はだるまの青とルリがあって、うん、青とルリがあって青で刺しました。青で刺しました。はい、お綺麗ですね。もうおしまい。じゃあありがとうございありがとうございました。はい、どうで裏見ますか。裏も綺麗ですね。おお綺麗ですね。そう、この柿の花一目が大きいんですよね。うんうん、なので、うん、あの途中で終わらないようにすると裏も綺麗に出来上がります。この途中で終わると一目が大きいでしたっけ。この間ピッチが目が細かいって話しませんでしたっけ。この人差しがちょっと大きいよね。大きいんだ、うん、オリンだるまと比べたら、柿の花自体が刺すこの人目の刺す部分が大きいので、こういう細かい刺し、こういうのは途中で終わってもこの辺でもこう続けるんですけど、こういう大きいのを重ねると細くなるので、はいはい、はい、だからはい端っこで終わりにすると、あ、分かりました、意味です、はい、っていう意味では大きいからって、うん、ちょっと一回で刺すのをってことですね、うん、いや僕が言いたいのはだるまのよりもこの目が細かいねって話をしたじゃないですか。だからなんかピッチがっていう話をしたけど、それとはまた別の話で、一つの目が大きいから重ね刺しとかするのが難しいってことですよね。重ねて刺すとちょっと汚くなるというか、それが目立つんだよね。うんうん。こちなみにじゃあどうやって一目全部一気で刺したわけじゃないでしょ。端で終わるようにしてるっていうことですね。端でだからこういうとこがあって、端でできるだけ終わるようにして、中っていうかこの生地の柄では終わらないようにっていうことですね。はい、他は何見せたいでしょ。どう店主たまにほらどうっていう感じのいいですよ、言ってもすごいでしょぐらいの見せたくないの。見せたい天使。すごくもない。すごいですよ。綺麗ですよ。すごい、すごいって思いますけど。ね。なんか前は愛っぽい。これの組み合わせさすと愛っぽいっていう。声が小さい。声が小さいからほとんど入ってないと思うんですけど、いいと思いますということですね。はい。じゃあ、参考に。でこの前も言いましたけど、だるまはこの柿の花の愛がないので、オリンパスは愛があるので、昔のタイプなら あるかもしれないだるまのこの折り込むタイプ、端っこ、ああ、折り込むタイプならこの藍色もあると、だるまでもね。でも普通のっていうか折り込まないタイプはないから、はい、オリンパスで刺して、はい、っていうことですね。はい、はい、じゃあ他のまあね、糸でももちろんいいんですけど、この組み合わせとして参考に、これが店主好きな組み合わせだそうです。なんかちょっと挟まって、はい、じゃあ今日は刺し終わりましたと覚えてました。店主がね刺したものをご紹介しました。はい、以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。